Welcome world. Today we're bringing you Dragon Ball FighterZ Last review at 3 AM. Sorry, not a review. Gonna do some gameplay. Actually just wanna play something before we have those adventurous random dreams. As you can see from that loading screen, there is nice anti-cheat in this game. So we are supposed to be making progress. Come now, Goku, I know those eyes. Alt enter. And it brings that up. のような未来は素晴らしいショーの始まりだ。DLC ロー。このミスエイ。I wonder if this is going to be button mashing. Goku-san, 全力で行きます! Yeah, that's cool. いい試合になりそうだな。そうだな。ハハ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 ハ
父さん、それはスーパーベジータ。まあまあだな。だが俺の息子ならもっとやれるだろう。つけてやる。See if you get damaged. From A to D. はじめから全力でかかってくるんだな。
降参しろ。お前に勝ち目はない。I think I remember this guy from Dragon Ball Super. This is actually fun for 3v3. Makes a fight super fast paced. Snake Way Sensei. Oh, nice. I think overall this is a good game. It's doing right. Thank you.
story. Let's do the story and then we'll call it. This game is great. よかった。目が覚めたみたいね。急に目の前で倒れるんだもの、びっくりさせないでよね。あなたって気持ち悪い言い方ね。第一、私のことがわからないって今はそんな冗談言ってる場合じゃないのよ。もしかして、ソン君ってば、どうして頭を打ったの？熱は？あんたに決まってるじゃない。っていうか、何なのよその変な口調は。な口調は、ほら、これが証拠よ。ほら、鏡で自分の顔を見てみなさい。Jamie looks so confusedOh, he doesn't have his tail anymore. Kagami を見た反応からすると、あんた本当にソン君じゃないの？でも見た目は間違いなくソン君だし、あーもうどうしたらいいのよ。ここにいたか。ここにいたか。誰よこの大変な時に。カラタよ、カナタかい。あんたはまさか。あんたはまさか。16号なの？16号よ、なの？ねえ、セルに破壊す、もしかしてドラゴンボールで生き返っ、16号まで復活したなんて。ちょっと黙ってないで、ちょっとなんとか言いなさいよ。ちょっとセルに壊されて故障した時。それは俺ではない、別の16号だ。うん、え、孫悟空にリンクしているもの、抵抗するというなら力ずくでも連れていく。孫悟空、状況はよくわかんないけど、まさか、まさか。その肉体は孫悟空のもの。今日多少手荒な真似をするなら、お前が死ぬことはない。安心しろ。カワイ、殺すわけにはいかないからな。危ない。Mm-hmm. So this is like a 1v1 fight instead of 3v3. Get ready for battle! Feels like a Street Fighter fight or game. It's
had a couple of plays. And experience bonus. Too easy, man. Too easy. Come to warriors. Earth needs you. Oh, cute man. Bulma looks so kid. なかなかやるな。こんにちは、ブレマさん。ごちそういただけると聞いて伺ったのですが。わざわざ僕たちを呼び出したんだ。なんだお前、どうやら邪魔が入ったようだな。ここは出直した方が良さそうだ。よし、タラショプラン。孫悟空にリンクしているんだ。また会おう。また会おう。 行っちゃった。さてと、孫悟空の中にいるやつ、お前は誰だ？僕の目はごまかせないぞ。よいしょ。え？どういうこと？おやおや、これは不思議ですね。悟空さんの体なんですが、本人の気はわずかにしか感じません。その代わり、知らない人の気が感じられます。第三者が悟空さんの体を乗っ取っているというところですかね。体を乗っ取っている？そんなことって。そんなことって、ちょっとあんた、孫くんの体から出て行きなさいよ。あんたに乗っ取られているほど。ブレマさん、そんなに困らせるものではありませんよ。この方も意図せず悟空さんの体に入ってしまったようですし。というわけで、まずは心の中で悟空さんに、あなたなら同じ体の中に眠る悟空さんと話すことができるはずです。What's up, Goku? Ore? Ome dare da? Ome dare da? Sore ni koko doko da? Koko doko da? Henna na kanada ga okokane. Ore, dou shimashitan da? No. Ome nanka shiranai ka? Moshi wakan nara oshiete kure. Shame, that face. It's like a little puppy. Eh?それにしてもウィス、この妙な波動は一体何だろうね。やはりビルス様もお気づきでした。波動？何の話？何の話？なんだ、お前にはわからないのか？鈍いな。鈍いとは何よ。失礼ね。普通の人間はわからないわよ。わからないわよ。おや、この件についてお話があったわけではな。てっきりごちそうを食べさせる代わりに、この波動について教えろというのかと。あ、そうよ、
すっかり忘れてた。今世界中急に孫君たちの偽物みたいなのが出てきて世界中で暴れてるし。突然フリーザやセルが復活したりで大混乱なんだから。ふーんじゃないでしょ、地球のピンチなのよ。せっかく来たんだから。あい、僕には関係ないことだ。そんなことより早く美味しい食べ物を出せ。つまりとはいえ、この波動についてはいささか気になりますね。おや、どうやらあなた悟空さんと無事お話が悟空さん聞こえますか。うんうん、それがよ、腹減ったし起きようと思うんだけど目が覚めねえんだ。オラがいる場所の出口がどっかわかんねえし、ぶっ壊して出られる気もしねえ。Looks a bit brick. 悟空さんから返答がないところを見る。あれ？オラの声、ウィッシュさんに聞こえてねんか？ウィッシュさんの声は聞こえんだけどな。困っちまったな。困っちゃった。ひょっとすると、悟空さんがこうなったのは、この波動の影響かもしれませんね。波動の力で気の量が制限され、反動で精神が体の奥底で冬眠状態になった、そんなところでしょうか。気が多そうな連中は全員強制的に眠らされているようだな。だったらなんでビルス様とウィスさんは大丈夫なわけ。決まってるだろ、神はそんな波動なんかの影響は受けない。あ、そう。まあ、この謎の波動を何とかしない限り、悟空さんはずっとこのままでしょうね。そんなの困るわよ。うん。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。今、各地の様子を見に行くって、みんな外に調べに行ってるのよ。でも、強い人が眠っちゃうってことは、他のみんなも出て行った先で。動けなくなっているでしょうね、おそらく。もしくは誰かに体を乗っ取られているか。どうすればいいのよ。 We're gonna do one more fight and then we'll call it a day. 全員が動けなくなっちゃうなんて今までです。この状況を打破するにはブルマさん、この波動の急にそんなこと言わ。そういえば思い当たることがあるよ。なんであの時16号が現れたんだろうって。それに孫悟空にリンクしているものって言ってたし、今起こってることと全く関係ないとも思えないわ。なるほど、そう思う。そうよね、まずは知らん。それにみんなのこと、そうなると強い人の助けがいるんだけど。言っておくけど僕たちは手伝わないよ。そんなこと言わないでよ、おいしいごちそう用意するからね。何度も言うようだが僕たちには関係ないことだ。 You just did proof。 困っているなら悟空の体に入っているやつ。え、悟空の体を動かせるんだろう。仕方ないか。まあ、あんただって元の体に戻れないというわけで。Welcome aboard.
That's not good. What our clones do. Are you ready? Let's go! Imano me na kotsu tsukanda mite da na. Yep. Yes. Ball punch. Thank you. おかえりなさい。いきなりソン君にそっくりなやつと戦っ、今ああいうまたいつ襲ってくるかもわからないし。ソン君の中にいるあんたも頑張ってよね。Such a friendly soul. ソン君にとってもあんたにとっても両方。例の謎の波動が解析できたから、それを中和できるよう飛行機を改造したわ。これで波動の影響で閉じ込め、簡単に言えば、それじゃ早速起動してみるわね。えい。The original Goku.The effects in this game is pretty cool. There's lots of story depth to it. ほら、急に出てこれるようになったぞ。なったぞ。やったわ、成功ね。でもダメだ。体が重てえし。全然力が入らねえ。やっぱ全然力が出ねえ。この状態じゃ戦うのは無理みたい。中和装置はまだ完璧じゃないから力までは取り戻せないみたいね。よくわかんねえけどよ。この状況ってドラゴンボールで解決できねえか。それができるならこんなに慌ててないわ。ドラゴンボールは今は石になってるでしょ。あ、そっか、すっかり忘れてたぞ。そっか。ああ、忘れてたって。ソン君らしいわね。それじゃあ、ソン君の体の中にいる誰かさん、あんたにはソン君が本来の力を取り戻すので戦ってもらわないと。よし、それじゃあ。お、だいぶ弱ってっけんど、たっくりりんだ。早速助けに行くぞ。 So many different facial expressions in these little animation clips. Oh, 3 fights, 20 turns. Okay, wait, I'm gonna call this. We can come back to this when we are about ready. Save game. That's cool. So I'm gonna tell you now already, this is way better than Xenoverse. It's not all about that silly...running around the world.
Nice. World match. We'll go online next time. Thanks for watching. Catch you soon.